私別出現付近の空中写真画像左手の下方から髪型へ蛇行しながら流れるポーカー沿いが私別出現である。画像下方の線路は現在では廃線となっている私別線である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成私別出現の位置別出現は北海道東部の根室振興局管内私別群。 市別町にある湿原であり、国の天然記念物に指定されている。1979年8月7日に80ヘクタールが天然記念物に指定された。1996年及び2004年に追加指定が行われて、指定範囲が拡大され、現在の天然記念物指定面積は212ヘクタールである。また、2001年12月に、 環境省によって選定された日本の重要湿地500にも選定されている。北海道東部、知床半島南側の付け根、根室海峡に面した、市別町を流れるポー川の川口近くにある湿原で、役場のある町の中心部より、北へわずか3キロほどの場所に位置している。湿原の一帯は、ポー川下流域の自然蛇行を繰り返す、標高5メートル未満の低地にあり、 湿原全体の広さは約371ヘクタール。このうち天然記念物に指定されているのは212ヘクタールで、あるが、これは日本の天然記念物のうち天然保護区域として指定されたものの中で最小面積である。死別湿原の中心部付近は高層湿原である。大川砂岩の丘陵一帯には縄文時代の縦穴式住居跡である国の史跡。 死別遺跡群があり、糖湿原と合わせて、死別町により、ポーガー史跡自然公園として、管理、公開されている。死別湿原を特徴づける植生として、水苔によるお抱え、が挙げられる。通常の湿原で見られる水苔の群生形態と、異なり、高さ30から50センチメートル、直径3から5メートルのテーブル状の塊を作り、繁茂しており、 その上を黒身のオグイスカグラ、イソツツジ、ガンコウラン、ヒメシャクナゲ、ツルコケモモなどの寒冷地、高山植物が多い、さらに、チシマ列島やカラフトなどが分布の中心となる、チシマウスバスミレや、エゾゴゼンタチバナなども自生しているなど、死別湿原は亜寒帯に近い環境で形成された湿原として貴重なものである。ありがとうございます。